ゃただいまー。ん今日も疲れたよー。んお兄ちゃんまだ帰ってきてないのかな <laughs> そういえばぬいぐるみのクマちゃんともずっと一緒だね。小さい頃にお兄ちゃんが誕生日プレゼントに行って。 お小遣いで買ってくれたんだよね。そんなお兄ちゃんと恋人同士になれるなんて、今でも夢見てるみたいだよ。<laughs> ねえ、くまちゃん。私の思い出話、聞いてくれるまずね、お兄ちゃんとの出会いなんだけど、ママとパパが再婚して、それでお兄ちゃんと兄弟になって、 お兄ちゃんに初めて会った時のこと、まだ私ちっちゃかったけど、ちゃんと覚えてるよ。ママにお兄ちゃんだよって言われて、でも私、すごく緊張しちゃってて。つい、ママの後ろに隠れちゃったこととか。その時ね、お兄ちゃんが優しく笑ってくれて、これからお兄ちゃんになるよって、 私の頭を撫でてくれたの。大きくて、それですごく温かい手だったな。<laughs> それは今でも変わってないけど。実はね、お兄ちゃんができるってママから聞いて、すごく楽しみだったんだ。どんな人なのかな、優しい人だといいなって思ってたな。 いっぱい遊んでくれるし、可愛がってくれるし、私のこと、すごく大切にしてくれて。お兄ちゃんのこと、どんどん好きになっていっちゃった。家族として好きっていうよりも、最初から、一人の男の人として、お兄ちゃんのことは好きだったんだよ。だからね、 私の初恋の人って、お兄ちゃんで間違いないんだよ。でもね、お兄ちゃんに好きですっていうの、すごく、怖くて、ずっと言えなくて。だって、お兄ちゃんから妹としてしか見れないって言われたら、どうしよう。 想像しただけで、胸がギューって潰れそうになっちゃったから。結局、何年もお兄ちゃんに思いを伝えられないまま、ズルズルいっちゃって、長い間ずっと片思いしてたんだよ。お兄ちゃんが他の女の子と一緒にいると、もやもやしたりとか、しちゃったっけ いつか絶対に告白するんだって思ってたら、パパがお仕事で、海外に行かないといけなくなっちゃったんだよ。ママはパパについて行って、私はお兄ちゃんと二人で暮らしていくことになって、<laughs> その日から、お兄ちゃんとの二人暮らしが始まったんだよね。お兄ちゃんは私が寂しくならないようにって、 すごく気を使ってくれたし、ずっと二人っきりっていうのもあって、気持ちが抑えきれなくなっちゃった。それで勇気を振り絞って、お兄ちゃんのことが男の人として好きって告白して、<laughs> そしたら、お兄ちゃんも私のことを女の子として好きだったって言ってくれて。 お兄ちゃんもずっと私と同じ気持ちだったって分かって、すごく嬉しかった。その日からお兄ちゃんと恋人同士になって、あ、パパとママには付き合い始めたその日に連絡したよ。ママは私の気持ちずっと前から分かっていたみたいで、よかったねって喜んでくれて。<laughs> パパはお兄ちゃんに、 娘と交際したければ、俺を倒してからだーだから言ってたっけお付き合い始めてから、手を繋いだだけでもドキドキするし、ギュッてハグされたら、それだけで心がポカポカになるし、<laughs> 頭の中は真っ白になっちゃう。んでもね、もっと、 お兄ちゃんと恋人しかできないこともしたいなーって思ってて。キスとか。あと、エッチなこととかも。お兄ちゃんとなら。<laughs> ねえ、クマちゃんどうやったらお兄ちゃんと恋人っぽいことできるかな オリジナルシチュエーションボイス付き、抱き枕カバー。抱き家の、茅ヶ崎杏図。購入方法やシチュエーションボイスの詳細など、詳しくは、抱き家の公式サイトをご覧ください。大好きなお兄ちゃんとするキス。こう。うどんな感じがするんだろう。